クイズ感覚で絵の知識が身につくクイズ高尾根屋。なんだこれ、よくわからんが、ちょっとやっていってみようか。問題、人物においてへその位置はおおよそどのあたりに存在するか。 A くびれの少し上、 B くびれの少し下、 C 群馬県渋川市、 D ランシールの左。なるほど、確かにこうへそを描くときね、どの位置に描いたらいいかなっていうのは悩む。確かに悩むね。まあお腹のどっかにはあるよね。ただくびれの少し上となるとどうだろう。なんかちょっと上すぎる気もしますね。なんかそんな胸にすごく近くなるので、それではないかな。でくびれの少し下ってなると、なんかイメージとしてはそのあたりかなっていう気しますね。で C の群馬県渋川市って多分渋川へそ祭りっていうのをねやってるんですよ、毎年7月ですね。なのでおそらくこれは人物のへそではなくて、日本の真ん中、日本のへそのへそ祭りのことなので多分違うかなと。で D なんだけど、これおそらくねドラゴンクエスト3だと思うんですよね。でランシールっていう町があって、その左側にダンジョンがあって、それがね地球のへそだったと思うんですよ。なのでこれはおそらくへそでも人物におけるへそではなくて地球のへそなので、これも惜しくもちょっと違うのかなと思って、おそらくこの B のくびれの少し下だと思います。ということでこちら B くびれの少し下、ファイナルアンサー正解ということで、そうなんです、へそはねこの左の図見てくだされば分かる通り、ここパーツがあってね、こうくびれがあって、ここ腰パーツですね、このくびれのラインがあって、そのちょっと下にへそはつきます。はい、なのでくびれのちょっと下が正解なんで、つまりそうするとくびれの位置もしっかり把握しておくことも非常に大切になってくるということで、このあたりねしっかり覚えておきましょう。それでは次回の高尾根屋でお会いしましょう。